山田決算会。でも今回から、あれ、前回からあれでしたよね。山田決算会ってなんか、入れた、カットインとか入れずにやってたんですよね。で、今回ももうそんな感じでやってきました。ただね、ちょっとすみません。今回はね、ちょっと長めになると思います。時間も、ちょっと頑張って取りました。時間取ってね、今から一気にガーッと取るんですけどね、多分相当の長尺になるんじゃないかなという予想なので、今回に関しては、一応簡単なね、計画を立てております。で、多分4回か5回ぐらい分かれるんじゃないかなっていうぐらいの予想はしています。ですので、ちょっとその間、ちょっとメインチャンで、今まで、前回は確かこれ11時のところに差し込んだと思うんですけど、ちょっと今回は、ちょっと動画のトークストックが、編集してあるストックがね、ちょっと足りてないっていうのもあったりして、これをちょっと8時のところに、ちょっと無編集動画ですけどね、無編集で BGM とか入ってない動画にはなってると思うんですけど、これをちょっと、メインの8時のところの投稿にちょっと持ってきて、ちょっとすいません、穴埋めが代わりって言ったらあれですけど、ていうのは、ちょっと今回は収録に時間がかかるなってあらかじめ分かってるんですよ。特に YouTube の方の説明がかかります。多分ニコ動の方はそんなに説明がいらないと思うんで、これで1本作ります。ニコ動の方で多分1本動画っていう形にします。で、残りね、そのまま多分話し続けてずっと流れにはなってると思うんですけど、残りの YouTube の方のやつで、多分相当、尺とかが結構ちょっといろいろとデータを作ったので、ちょっとその内容をしっかりと見ていきたいなと思いますので、一応そういうようなプランニングですので、ちょっとしばらく8時に、こんな感じの動画が続きますので、ご了承くださいと。いつから？これ週末に持ってくる？週末はさすがにまずいよね。27日アップロードにしようかな。わかりました。了解でございます。一応そういうような感じで、27日の月曜から月末ずっとこれでやるのかなって感じだと思います。今回2023年の2月のデータをね、見ていきましょうということでございますね。じゃあね、早速ね、ニコ動のデータから見ていきたいと思います。よろしくお願いします。お、もうそのままいきますけどね。さあ、ということでね、2023年、どんな感じだったのかというと、こんな感じでした。あ、2月ね、どんな感じかというと、こんな感じでしたと。再生数がね、963ということでね、ちょっとだいぶ落ちちゃいましたね。コメント数35、いいね37、このあたりもちょっと少なくなってるのかな。で、動画投稿数が、38と。いうことで、ここが少なかったってことですね。月38本ってことで、多分これ YouTube 見てる人からすると、あれってなると思うんですけど、YouTube 今月年に2月のところ、月150本投稿、1日100本投稿を2月14日にやって、月も到達で150本以上動画を出しますよっていうふうにね、やってたんで、さぞかしニコ動の方もね、あれ、バンバカ、ね、バカみたいに投稿しとったのかね、上がっとるんやろうと思っとったかもしれませんけど、実はニコ動の方ではさすがにあれ上げてないんですよ。特に100本投稿のやつのうちの98本はね、上げてないのか。2本だけですよね。しか上げてない。っていう状況ですね。まあ、もうショーツとかはどっちかというと TikTok の方に、回してまして。ニコ動の方だと、需要がないわけではないんですけど、まあ、特に今回上げとったね、ようなやつは完全に海外向けにね、振ってるようなショーとかもどんどん増えてるんで、それはさすがにちょっとニコ動を持ってくるのもありだなっていうところでね。いうことで、まあ、どっちかというと TikTok の方に投稿してたんで、ちょっとニコ動の方は実は投稿数がかなり今月少なかったんですよ。まあ、正直その YouTube の投稿するので、プランニングでね、スケジューリングでちょっといっぱいいっぱいで終わったんでね。っていうのもあったりしますというところです。で、いう感じなので、ちょっとだいぶちょっと下がっちゃったなっていうところで、収益の方も結果的にどうなったかっていうと、よっこいしょ。2月のところが1942年とかで、ちょっと久しぶりにちょっと2000円台を切ってしまったな、というところでございますね。動画内容でいくと、こんな感じと。最近の直近のところだとね、感じがいいのか、こう、信じて、今月分の獲得予定でいいかな。まあ、これちょっとズレがあるんでね、あれですけど、3月分のやつか、はい。で、3月分の方のやつで見てますよね。っていうことなんでね、あれなんですけど、2月分で見れたら、あれなんだけど、
そう、今月分しか見れないんだよな。っていうことなんで、まあ、パーッと見ていくと、まあ、結構このあたり、新しく上げた動画との中に、やっぱし結構、累計でね、もう、やっぱ、周りやとは、いい感じで入ってくるっていう感じですね。まあ、やっぱり、エスカレーターの動画とかが、言うて再生が入るんですね。っていうような感じで。これなんかも毎月やっぱ入ってくるなっていうところがあったりするんで。まあこういうのがずっとあるんで、まあ投稿本数は実は結構厳しかった。新作動画があまり伸びてなかったっていう中で、既存動画がね、やっぱしちゃんと再生が入りやすい。これは結構ニコ動の特徴でもありますね。やっぱ調べてね、見るし、タグチェックとかそういうような感じで、そうとしてね、見ていく、調べてね、見るっていう人が多い傾向があるので、やはり、ちょっと古い動画が、そこ固く入りやすい傾向にはあるのかなっていうのが、やはり見えてくるなっていうところですね。これはも、昔に上げた動画ですもん。2022年6月に上げた動画とかの方が、やっぱ入ってますもんね。っていうのが私は、3月、新しい動画があんまり入ってきてないもんな。公式、累計収入じゃなくて、申請日時が新しい順で見てみようか。そうすると3、えーと、2月の動画ねとかずらっと出てくると思うんですけど、2月が、この、ん?あ、申請日から見てるからな。2月か申請、この辺りからか。見てみると、去年、この辺りとかが3円とか入っとって、まあでも3円2円とかがずーっと入っとって、古いやつもそれぐらいを、取ってきてくれてるんで、言うて1900円ぐらいまで上がってくれるってことで、まあ結構、うちのチャンネルとの相性は、その辺りは、底堅く言ってくれるっていう相性は、やっぱ、投稿頻度が、高い分、合ってるのかなっていう感じはありますね。よいしょ。2月とか、もうこの辺りとかもそうですね。4とか、ボンボンボンと入ってるんでね。結構ありがたい感じかなというところですね。なるほど。で、これ、グラフにしてみるとこんな感じになりますよと。グラフっていうか、データですけどね。収益率データ。ニコ動の方が、ちょっとちっちゃいな。でかすぎる。50にしとったっけ?これで見れるよね。ってことで、今月はやはりちょっと投稿本数がだいぶ、実は久しぶりに40を切るのか、久しぶり。そうか、5月の投稿開始した時、まあ、これ途中からなんでね、ですけど、初めてやっぱ40切って、やっぱ投稿本数ちょっと減らすと、ちょっと、不利ではあったのかな。まあ、あとはちょっとその、ニコ動の方が、YouTube の方でね、大量投稿をやっとった感じで、ちょっとそっちのケアとかが、メインでやっとったり、あまりちょっとニコ動の方が、ケアができてなかったっていうのは正直あるかなと思いますんでね。ですので、まあ、やっぱ再生数が久しぶりにこのラインですね、1000を切ってますね。4桁切ってますんでね。それと、やっぱしコメントとかもちょっと、減ってきちゃってるのかなというところがあって。ですので、1942と、まあ、ここから切ってしまう。まあ、単価は、実は、やっぱり底堅く、一切、今回、なんだ単価もちょっと上がってるんですよね。っていうのがある。これは、多分、単純にその古い動画とかで、堅調に入ってくれてるっていうのが大きいんだと思いますけど、とかっていうのがあったりしますけど、まあ、とはいえ、やはりちょっと2000円台切るのが、6月以来か、っていうところなんでね、ちょっとまたこの値をね、数字戻していくような感じでね、やっていけたらなと思っておりますというところですね。ニコニコ動画は、まあ、こんな感じ。まあ、人気のあったところとかもそういうところになってくるのかなというところでございましたね、という感じかな。という感じですね。1月はの投稿、あ、そっか、あれか、恵方巻き特集やってたから、それはね、こっちの方で負けてましたからね、それが結構大きいのかな。っていうところかな、っていうところですね。やっぱ、いいね数が落ちるとか、コメントいいね、ここがちゃんと入ってくるように、ちょっと仕向けてくるような方向で行った方がいいのかなって感じがしてますね、と
いう感じですね。で、YouTube の方なんですけど、実はここにね、今までは多分ニコニコしかなかったと思うんですけど、特にシートも分かれてなかったと思うんですけど、YouTube 用のやつを作りました。これでね、ちょっと古いデータとかもちょっと全部ね、あさってね、実は2019年のデータが全部あさって、チェックしたのがありますので、それをちょっと次回以降でやっていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、一回切ろう。もう絶対もうこれ日本以降になるの分かってるか。ということで、今回はね、これぐらいで締めさせていただきまして、次回へ続く、明日また、YouTube の方をじっくりと、過去のデータも含めてね、見ていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、今回の動画はね、これぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。